そうですね。いや本当にエレパレのことを自分は全然分かってなかったんだなっていう、本当に知らなかったこう事実がどんどん出てきて衝撃でした、はい、最初思ってたよりもすごいこう人によって違うというか捉え方が、俺らにも分かるような感情とかもありましたし、懐かしい気持ちにもなりましたし、でも全員ちゃんとそのエレパレというものを共有してる羨ましさというか、みんなで語れるものがあるっていうのがなんかすごい羨ましくもありました。はい、いろんな17期がエレパレの周りを巡ってて、エレパレに対していろんな思いがそれあると思うんですけど、間違いはなかったんだよっていうことは逆に伝えたいですね。間違いはなかった、みんな本当にその17期、まあ僕らもそうなんですけど、改めてその17期みんながみんなその NSC 養成所の1年間、本当に一生懸命こう無我夢中で命かけて駆け抜けてたんだなっていうことがいろんなやつの話聞いて分かりましたね。僕らもそうなんですけど、17期すごかったですよ、人によって、ね、いろんな思い出になってて捉え方違うと思うんですけど、僕らからしたらその宝物だよっていうの言いたいですね。めちゃくちゃおもろいよっていう、そういうことがあったっていう思い出がめちゃくちゃおもろいから宝物やと思って胸張っていいよっていうのは言いたいですね。エレパレやったやつにもエレパレじゃなかったやつにも、はい、いや本当に芸人という人間のドキュメントですよね、本当にもう完全なるリアルな、17期っていうのは僕らの後輩ですけど、NSC っていうね、吉本の養成所を舞台にした本当にドラマですよ、人間ドラマ、やっぱりね芸人ってのは、こんだけこうみんな一生懸命、人生かけて、やるもんなんだなっていうものを感じ取ってくれたら嬉しいですよね、あの時代あの時こんな奴らが全員すさまじいエネルギーで日々送ってたんだよっていうのが届けばいいなって思いますね、視聴者に熱狂、はい、まあ今はね特にどんどん芸人の考え方やスタイルいろんなものが変わってきてる時代だと思うんですけど、やはりその10年前にね、同じ夢を持って、同じ夢を持った芸人たちで集まって T シャツや歌を作って夢を追っかけてた奴らもいたんだっていうことだけ知ってほしいですね、NSC っていうのは全員1年しかなくて、その1年で過ごした思い出って何十年もその後喋るんですよ、俺らでも NSC でこうやったなって。だからそのエレパレがどうとかは分かんないですけど、意外とこの1年がずっと基礎になるんで、変なことしたらずっといじられるしおもろいことやりゃ武器になるし、だから大事なんじゃないかなっていうのは改めて思いました、エレパレの話聞いて、はい、だからエレパレっていうのは本当に僕ができなかったことかな。はい。ちょっと待ってください。当事者じゃなくてよかったな。
こうやって人から話聞くのが一番ちょうどよかったね。俺が当事者じゃなくてよかったと思います。はい、この秋公開のザ・エレクトリカルパレーズ、お楽しみに。万歳。お照らしてる。